高橋周平選手がようやくっていうか、一人立ちしたかなっていうイメージありますよね。昨年ね、ちょっとさ、途中怪我しちゃってしまったんですけど、どうしてもやっぱ全試合じゃないですけど、ぐらい出てほしいですよね。今の時代、こう、全試合出るっていうのは、あんまりこう、喜ばれることではないのかもしれないですけど、怪我とかで離脱、1ヶ月離脱してとかじゃなくて、で、ある程度こうね、1年間通して、怪我なく、1シーズンを終わってほしかったなと思いますよね。なるほどね。はい。だから140近く、うん、全試合とは言えないですけど、130以上ぐらい出て、ある程度成績を出してほしかったなっていうのは思いますけど、だから福田選手もそうですよね。ちょっと行ったりとかしたりとかしてましたんで、そういう2軍とか怪我とかじゃなくて、ある程度 1シーズン、福田、高橋ってこうね、阿部って任して、結果出してほしいなと思いますけどね。その辺で言うと、ちょっと怪我がどこかで起きてしまうっていうのは、なんかドラゴンの選手の印象で、大島選手とかが体強いなっていうイメージ以外は、ちょっとみんながね、こう、シーズン通してっていう感じ、イメージないですね。そうですね。まあ、やっぱりね、まあ仕事なので、仕事したらあれなんですけど、やっぱね、レギュラーなんで、そこにこうね、どんな時でも自分が行くっていうスタイルは貫いてほしいなっていうのは個人的には思いますけどね。